こんにちは。こんにちは。永田テレビのパワーワーク神奈川です。はい、私は神奈川県議会議員の永田テレビです。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。はい、ということで、いつもは、私とあかりちゃん2人でお送りしているパワーワーク神奈川で、ございますけども、今日はゲストお二人をお招きいたしまして、4人で、お送りしたいというふうに思います。はい、ここはですね、南湖にある南湖ハウスというところなんですけども、その南湖ハウスにお邪魔をいたしました。で、その南湖ハウスの代表の坪田さん、スタッフの平崎さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。南湖ハウスって、まあ、どういう存在なのかっていうのを まずお聞きしたいんですけども、きっかけになったのは子どもの虐待が多くなったことから始まってます。それで、まあ、自分の子どもを育てながらなんでこんな事件がいっぱい起きるんだろうっていうのから始まりまして、まあ、ずっとね、あの一人のお子さんにあの、まあ、出会いがあって、寄り添っていく中で、まあ、いろいろと社会的擁護っていうものの、問題の深さと広さに、驚いて、で、だんだんこう、勉強しなきゃいけないなっていうことで、いろいろ研修会とか行ってる中で、なかなかね、見えにくい問題だなっていうのが分かってきまして、でそれで、まあ、自分が分かった部分を発信しなきゃダメだと思って、まあ、このエビネットっていう活動を、まあ、個人的に、ブログ発信をしてきたんですけども、ちょっと話長くなってすみません。それで、まあ、その活動をする中でどうしたらこの子どもたちが救われるのかな、知ってもらえるのかなと思った時に、やっぱり出会わなきゃ無理だなっていうところで、まあ、出会いの場を作ろうと思ったんですけど、イベントとかなんかでね、一時会ってもなかなか続かないし、それよりはもっとその一度会ったらそれが続くことが大事だってなった時に居場所が必要だなって思い続けてきたら、まあ、チャンスがあってここができたという感じです。はい、まあ、そんな思いで、はい、この南湖ハウス、スタートしたっていうことなんですけども、はい、そこに岩崎さん、はい、スタッフとして、参加しようと思った、はい、その、はい、まあ、きっかけ、思い、そのあたりはどうなんですか？はい、私はもともと児童養護施設だったり、自立援助ホームっていう施設の職員をやってきたんですけども、15歳から20歳の女の子、大体そのぐらいの女の子を、まあ、200人ぐらい出会って、まあ、いろんな背景があることとか、まあ、そういうお子さんがすごい増えていることを肌で感じてきて、やはり何ですかね、その子たちもまた行き、その後もまた行き場がなかったりするので、一軒家でなんかこうフラッと来れる、相談に来れる場所があったらいいなっていうので、構想はしていたんですけども、そういう時に元子さんと、まあ、勉強会ですね、そういう子どもたちの勉強会で再会して、お家を建てますっていう話で、じゃあ向かいますって言って来ました。 2月に引っ越してきました。はい、そうなんですね。はい、そういう思いが一致して、この南湖ハウススタートしてるっていうことなんですが、この南湖ハウスの活動3本柱があるということなんですけど、まずその一つ目の柱ということで、子どもサポーター育成っていうことなんですが、これ具体的にもうちょっと教えてもらえますか？はい、子どものことをある程度知らないと声のかけ方もわからないし、かえって傷つけてしまうということもありますので、まずちょっと現状を知っていただいたり、まあ、または傾聴の仕方を勉強したりっていうことを大事にして、そういうまず大人を育ててから、本当はね、やっぱりちょっと今弱ってるお子さんとか、ちょっと孤立の子育てされてるお母さんとかに、まあ、寄り添えたらいいなっていうところから、子どもサポーターがあります。孤立と書いて子育て解消、これについてちょっとお話しいただけたらありがたいんですけども、
子供は親が育てるのが当たり前っていう、もう、まあ、なんかちょっとそれについて、ちょっと待ったっていうのが、子育て解消なんですね。で、親子って結構、濃すぎて、なんていうのかな、自分のこと知ってるだけに、ちょっとうるさいとか、喧嘩になりがちなんですよね。それも深刻なね。例えば、私の言うこと聞かないでって言ったら、うるせえババアとか、もうそういう話になって、じゃあ産まなければよかったってそういう言葉に言っちゃった時に、子供はすごく傷つくわけですよね。だけどそこに、いやいや、ちょっとそんなことはない、この子はいいとこあるんじゃないかっていう第三者がいることで、その関係は、えって気づきになって、お母さんが、知らない子供の部分が見えたりとか、そういう意味で、第三者っていうのは本当に必要で、そういう人が、まあ、ここに、いてくれるように、まあ、子供なり、お母さんなり、親子でもいいし、とにかく、安心したね。それもしかも安心した大人じゃないと怖いので、いろいろと事件もありますので。そういう意味で、ちゃんと子供サポーターとして、合格になっていてほしいし、ちゃんと見て、安心な関係づくりを地域の中で作っていきたいなと思ってます。はい。孤独な子育てを解消しようっていうそうこでとなすんですね、ね。この2本目の柱はそうね。ですね。そちょっういうい。私がちょっと、ごめんなさい、補足というか、私自身がやっぱり子供を産んで初めて、産後何もフォローがないことに気づいたんですね。やっぱもう新生児を抱えて家に帰って、なんかそれまではもう病院とか通ったりするんですけど、全くその後、産んだ後って全くフォローがないんです、日本って。それで、保健師さんが1回だけ赤ちゃん訪問で来て、その後はもう何にもなくて、新生児をね、本当に、何ですか、細い腕で、口もちっちゃくて、すごい泣く。で、口なんかふさごうと思えば、ふさげちゃうみたいな。なんか、ちょっと怖いなって思ったんです。で、私は結構力っていうか、つながるのが好きなので、つながれますけど、なんかこれを本当に、ね、人見知りさんだったりすると、結構もうこれはどんどん孤立するし、不安が高まっていく。でも虐待っていうテレビで見るニュースも、もう身近な課題として感じるようになってくるっていうのを、まあ肌で感じてですね、やっぱり孤立を、まあ解消じゃないけど、そのなんだろうな、こう、アメリカとかだとリスクある家庭に、産後ドゥーラっていうヘルパーみたいなの派遣されるんですね。なんだろう、困った時相談するとか、ちょっとしたご飯、家事の手伝いとか、のつながりが、やっぱりこう、ちょっとした不安を解消していく。そういうなんかこう、ところで、一応子育て解消としては、うちでは毎週水曜日、子育てサロンって言って、まあ、産後本当に0歳、0ヶ月から来ていいですよって、ボランティアさんが子育て経験してるので、まあそこでなんかちょっとほっこりしてくださいみたいな感じで、今おむすびとなんか出汁から取ってお味噌汁を提供させてもらってるんですけど、なんかそのほっこりするような産後も来れる、つながりが作れる場所として提供したいなと思って考えます。あかりちゃんもね、はい。まあ、お母さんっていうはい。ね、子育て今奮闘今、中のといころろんだなけことをど。思い出しながら、そうそう聞いてましたけど、自分の体験からなんか。まあ本当に、どんなポジティブな人でも、産後って結構ネガティブになっちゃったりして、マイナス思考になったり、なんだ、自分でも気がつかないうちに涙が出てたりとか、まあ、そういう精神状態で、ね、こう、子育て、孤立の子育てをしてる人が、今、たくさんいるし、もう、みんなの悲鳴みたいなものは、やっぱり感じられて、こういう、ハウスを作られたんだな、っていうのは、そうね、本当に、もう難しい問題で、自分から助けそうてでってす。いけるうちは元気なんですそうよ。です。はい。本当に弱ってる人って、そこに行けないから、まあそういう人たちをこうどうやって引き上げてっていう場所になるかっていうのがすごく大事になってくるんだろうなっていうのは思いますそうですね。はい。もう本当に、そういった、本当に必要性のある家庭に、
あ、家庭で親御さんとか、お子さんも、今も障害持ってるお子さんも増えてる中で、本当に悩んでる親御さんもすごく多い。でも相談行く場所がない、つながる場所がない、どこに行けばいいのか、そもそもわからない状況なので。で、お母さんが集まってるコミュニティが逆に怖くていけない。公園デビューみたいな。そう、公園デビューなんてもう地獄のような。そのコミュニケーション能力のある人はいいけど、やっぱり本当に悩んでてる人はいけないし、入れないし、怖いっていうことでしかないから、本当にそういう人たちをどうやって引き上げて助けていくかっていうことを多分考えてらっしゃるんだなと思って聞いてて、本当にそういう場所があるといいなっていうのは思ってました。私もやっぱありますので、そういう気持ち。なるほどね。今実際にはその保健師さんに子育て広場のチラシとか、あと助産師さんも関わってくださってて、産後ケアっていうことで、関わるきっかけですよね、一つ。で、そういうのチラシを保健師さんがちょっとリスクある家庭に配っていただいて、そこから LINE で公式 LINE やってるので、一応私が24時間対応してます。確かにね、あかりちゃんが言ってたところって、結構ポイントで、助けてほしいって声を上げられる、そういうところへ自分から行ける人はまだまだいい元っ気。ていうことは、そういう人たちにこういう場所があるよっていうのをね、こう情報としてね、お届けするっていうところがね、本当大切になってくるし、もし今日こうやってね、パープ神奈川でおそうですね。届けしたのもね、その一助になればなって思いますよね。3つ目の地域文化交流、この3つ目の地域文化交流についてちょっとお話しいただきたいと思うんですけども。解説してからは、この間芋煮会おお、楽しそう。そういうこととか、今度DIY ということで、さっきウッドデッキをこれから作るんですけども、そういうところで作業したいって方も結構いらっしゃるので、そういうところで自然に、学生もそうだし、こんな仕事ができるのかっていう出会いもあると思いますし、もうあとはウクレレのお得意の方がいらしたり、その人が教えてあげようかみたいなこともあったんですけども、そんな感じで自分の特技を持ち寄って、その時に興味ある人とこうつながりやってっていうのが、自然でいいかなっていうふうには思ってます。じゃあ、そうすると、メインとしては心に傷を負っているお子さんとか、また子育てをしている中で孤立しがちな、お母さん、ことによってはお父さんっていうこともあるかもしれないんだけども、そういった人たちがこう、心がね、ゆっくりできるような場所にしていきたいという中で、ひいては、地域の皆さんとも交流していく中で、そういう人たちが、いろいろこう結びつく、そんなような場所にしていきたいっていう、そんな風に捉えましたけども。社会的養護の子供、お子さんが、今5万人日本で保護されて、施設で暮らしたり里親家庭で暮らしてるんですけども、そういう子どもの現状だったり、または今保護される場所もいっぱいで、一時保護所っていう緊急的な保護所でも子どもが廊下で寝てるぐらいもういっぱいなんです。それでちっちゃい子優勢なんですね。やっぱ死んじゃう、死んじゃうとか、危険なので。で、大きい子はもう結構ないがしろにされてしまう。で、そのケースワーカーさんも100件ぐらい持ってるんですね。一人で、で。そう。それって、私たち学校に通ってた時に、先生によく見てもらったかって言ったら、毎日会う先生でも分からなかったと思うんですよね。だからそういう今現状なので、それさえも多分伝わってない、日本の、いろんな、そうですね、社会的保護の、その複雑で深刻な課題が、やっぱり伝わってないっていうのとかも、根本的な問題として、私たちが活動しています。その児童養護施設もそうだし、里親もそうですし、児童相談所がキャッチするっていうのは後のことなんですよね。問題が起きた後にケアするところなんだけども、私たちがやろうとしてるのは、孤立の子育てをしてるお母さんが社会的保護の
関係にならないように、その前の予防にアプローチしてるっていうところが、まあ、あのちょっとアピールというかね、そこに注目して活動してるところもすごくあるので、もっと地域の人が参加して、うん、あの家庭ちょっとあの心配だよって言って、うん、じゃあちょっとなんかこの数で持っていくとか、うん、ちょっと見てあげようかみたいな声かけるとか、うん、まあ、そういうところで、まあ、長い時間かかるかもしれないけど、児童相談所の方も少しお仕事が100件が50件ぐらいになればいいなっていうようなイメージも持ってます。予防っていう ね、キーワードがね、はい、今出ましたけどね、うん、まさにその、まあ、怪我して病院に行くっていう、例えるならば、それは、児童養護施設であったり、児童相談所だったり、その前に怪我しないように、怪我する前の、空間、そういう役割を、こう、担っていきたいっていう、まさにそのね、現場、スペースに、ね、なっていくっていうことをね、本当に期待してますんで、はい、他にもボランティアの方々もね、参加しているということですので、ぜひ、まあ、自分がちょっと孤立しがちで何かきっかけが欲しいなとか、なんか身近にそういう人がいるということであれば教えてあげるとか、そういう形で、地域がみんなで交流しながら子育てをしていく、そんな南国ハウスに、なっていくということを本当に期待してますし、楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。今日は南国ハウスにお邪魔して、代表の松本さん、そしてスタッフの宮崎さんとお話をさせていただきました。じゃあまた、見ていただけたらありがたいです。それではさようなら。